もね、路上の伝説になるしかないかな、俺がこの先生きていくには。路上の伝説しかないかもしれない。路上の伝説になるしかない。朝倉未来は路上で喧嘩して強かったから路上の伝説って言われたけど、俺はドバイに行ってドバイに行って路上で乞食してね、1年で億を稼いで、乞食のね、路上で乞食しての意味で、路上で乞食して1年で億稼ぐっていう路上の伝説を作るしかない。ドバイに行って、なんかドバイで乞食するとなんかね、月800万とか稼いだりとかするらしいんですよ。朝倉未来とは違う意味の路上の伝説を作るしかない。ドバイに行ってさ、路上で富裕層に乞食して億という財産を築き上げて、いやでもさ、乞食だけで億稼いだらマジで路上の伝説と言っても過言ではないよね。本当にマジで路上の伝説やろそれ。路上で乞食だけで1億稼いだらやばいでしょ、マジで伝説級でしょ。もう路上の伝説になるしかないよ。だって日本人だけでリアル乞食で1億稼いだなんて絶対ないでしょ。ネット乞食で1億稼いだやつはいても、リアル乞食、リアル路上では多分いないと思うんですよ。だからドバイ行ってさ、ほんともう路上で乞食して1億稼いで路上の伝説作るしかないよもう。なんかちょっと怖いな、深夜の学校ってちょっと怖いよね。今ちょっと怖かったんだけど、なんか怖くなってきた。やっぱ行くのやめようかな。なんかちょっと怖くなってきた。なんか今ゾクってなんか来た。なんか怖い、ゾクってきた。こっち行くのやめよう、怖いわ。まあ、ゾクってなんか嫌な感じを感じたから、やっぱこっち歩くのやめよう。真っ暗だもん、真っ暗だよ。とうとう春日さんが望んでた大手ふわっち配信者の脱税取締り祭りが始まってきましたね。どうなんすかね。祭りっていうかさ、なんかポツ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 出てきてるだけでしょ今んとこ。なんかさ、もう祭りってなんかもっと一斉にさ、まあもちろんみんながみんな同じタイミングじゃないと思うけど、もうちょい一斉にいろんな人がさ騒ぎ出したらついに始まったかなって思うけど、なんかほんと結構前からポツ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 出てきてるだけだからね。もちろんそのみんな同じタイミングではないのはわかるけど、もうちょいさいろんな、まあもちろんその調査来て、税務署か国税来て、その実際配信で言わない人ももちろんいるだろうけどね、来ても配信で言わなきゃ結局知るすべないじゃん俺らって。そういう人ももちろんいるだろうけど、でもまだなんか全員に来てる感じは絶対ないじゃん。もし全員に来てたらもっといろんな人言ってると思うんで、さすがになんかまだ祭り中祭りでもないかなっていう、なんか昔からポツ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 あるだけじゃん。まあもちろんね、人によってね、稼ぎ出したね日が違うし、稼いでる額も違うし、
みんなねそれはタイミングずれて当たり前なんだけど、まあ、それにね管轄の税務署違うしさ、にしてももうちょいさ、なんかふわっち全体にメスが入る感じで配信者にバーって一気に行くんだったら、もうちょいなんかねある程度の同時期にいろんな人がもうちょいうわやられたって言ってもおかしくない気がするのから、だからスズムシ鳴いてるとこ、カエル鳴いてるとこ行きたかったけど、カエル今日鳴いてないかな、なんか怖くて行くのやめたわ。なんか学校通んないといけんから、学校がなんかねゾクッとした、今通った時、通ろうとした時怖かった。なんかこっち行ってみるか、ジュースね。駅のとこに行くかな。こっちほとんど歩かんからね。こっちの方は。駅のところに買い行くか。まあでもウーロン茶買ってきてるけどな。なんだ、何の音？何の音だ？なんか変な音が。何の音？何これ？なんだこの音？びっくりした。何の音やこれ？何この音？怖いな。なんだ、どうなんだこの音。水漏れか。確かに水の垂れたような音だな。雨とかは降ってないから。なんか水道管かなんかから漏れてんのかな。雨がさ降ってたらさ、こうね屋根とかに溜まった雨水がこうちょっとずつ垂れるってのは分かんないけど、全然雨とか降った後じゃないし、多分水道管とかから漏れてんのかね。あの家の人んち気づいてんのかな。気づかなかったらさ、水道代結構かかっちゃうよね。まあちょっとずつだから、そんなどかって多分その一気に上がるわけじゃないだろうから、逆にそれがなんかえぐいよね。逆に気づかないでちょっとずつなんかこう減っていくわけだから、気づかないうちにちょっとずつ水道代上がっていくわけじゃん。だったらなんか一気にある程度漏れた方が気づくからね。水道のさ、水道管の漏れからさ出た水ってさ、多分その水道代に追加されるよね。そうだよね。ああいうのって追加されんのかな。されるよね。されますよね。一気に漏れてない分逆に
逆にやばいわな。気づかないかもしんないから。一気に漏れたら気づくじゃん、音とかさ。一気に水道代上がるから、ちょっとずつだから、あれ気づきにくいパターン。ずっと気づくまでずっとなんか水道代ちょっとずつ上がるっていうのが一番最悪なパターンじゃん。まあ大した額じゃないだろうけどさ。いやでもずっと漏れてたら多少は取られるんじゃないの。どれくらいか分かんないけど。クラフトコーラ、クラフトコーラってなんだっけ、クラフトコーラってなんだっけ。クラフトコーラって何でしたっけ。いやコーラなの分かるよ、コーラなの分かるけど、普通のコーラと何が違うんだっけ。なんか確か違うんだよね。何が違うんだっけ。ちょっと優しい味。あ、そうなんだ。爽快後味すっきりって書いてある。いや違うんだよ、そのメーカーが違うとかじゃないよ。普通のコーラとクラフトコーラってそのメーカーの違いじゃなく、なんかそのコーラの種類であるのよ。うん、バニラっぽい。だ要するにさ、コーラとダイエットコーラって違うじゃん。まあコカ・コーラにもペプシにも普通のコーラとダイエットコーラあるじゃん。それと一緒。うん、なんかクラフトコーラっていうなんかその一つのコーラの種類としてあるの。クラフトコーラは職人が作るコーラ。でもなんかあんま来たはいいけど、あんま飲みたくないから飲むのやめるか。びっくりした、今人いるかと思ったわ。うわ、あんなのできてる、前なかったのに。怖いよね、なんかこういうの。で、公衆電話まだあったんだ。てかこっちにも自販機ありますけど、うわ機械変わってる。うわ、マジか。 IC カード、 IC カードがついに導入されてる。前なかったんすよ。あ、これ IC カードのやつか。マジかよ、秩父線って IC カードなかったのに導入されたんだ、ついに。なんか公衆電話見るとガラスの少年のプロモーションビデオの真似をしたくなるな。真似してみて。いやなんかスマホ立てとか持ってきてないし、あとここほら周りが一応さ家あるからさ、あんまでかい声出せなくない。なんか家とかさ、なんか周りないようなとこだったら撮りやすいんだけど、あとスマホ立てあった方が撮りやすいじゃないですか。スマホ立て持ってきてないしな、完全に漏れてるよここ。
もうさ、俺もさ、ネタないしさ、かそってきたからさ、もうほんと命かけるしかないか、そろそろ本当に。もうさ、あのさ、都内ってさ、客引き禁止じゃん。でも客引き禁止だけど、客引きやってるキャバクラとかなんかいっぱいあるじゃん。キャバクラとかさ、居酒屋とかさ、もうああいうのに違法な客引きについて行ってみたっていう生配信するしかないかも、こうなったら。もう命張るしかないよ。あとなんか、歌舞伎町とかにさ、闇カジノとかあるんでしょ。ああいうところにもう突入するとかさ。もう命がけすぎだよ。もうそれやんないけどね。そんなの命なくなるからやんないけど。俺住所バレてるし。いや、マジで反社に狙われるよ、そんなことやったら。でもそれやったらマジでバズるだろうな。それやったらマジでバズるだろうね。ネルさんとかそれやったとか聞いたんだけど、本当なのかな。あのなんかニコ生にさ、ネルさんっているんですけど、あのユカチーと結婚したネルさんは昔なんかその闇スロになんか潜入配信っていうのを生配信でやったらしいよ。いや、本当か知らないですよ。本当にやったか知らないけど、リスナーが前言ってた。本当にやったのかな。まあ一応その法律上はさ、そのあれですよ。おっ、びっくりした。今人が立ってるかと思った。変ななんか影みたいなのがあった気がした。法律上はさ、一応さ、お金をかけさえしなければ多分大丈夫だと思うんで、まあ結構微妙なラインだと思うけど、なんか闇カジノとか闇スロとか潜入してもそこに入っただけだと多分大丈夫なんだよね。まあ、そのお金さえかけなければ。でもそういう場所にお金をかけないで行くのとかって風に多分なっちゃうと思うんだけど、でもなんかその明らか動画撮ってて、証拠、動画を証拠としてこうさ残しとけばさ、なんかあくまで潜入するっていう、危ないところに潜入するっていう企画ですっていうさ、やってお金も1円も持っていかなければ、かけるお金も持っていかなければさ、でかけてない、あの自分がかけてないっていうのを一部収支動画として収めれば、あ、本当にこれかける意図で行ったんじゃないんだな、ここにっていう風に多分なると思うんで、多分法律上それだと多分大丈夫になる可能性が非常に高いんですよ。そういう賭場に行った時点でもうかけるつもりなんでしょっていうのが多分崩れると思うのよ。そういうなんていうの、そういう目的があれば、そうなる可能性が非常に高いと思うので、多分賭博罪にはなんないと思うんですよね。ただ命がなくなるかもしれないけど。またそうやって悪さするんか。もっちゃん、もっちゃん、丸を、丸を、またそうやって悪さするんか。わ、また学校の方まで来ちゃった。ちょっと戻る、怖いから。マジでほんとうろうろするだけだったな。本当の散歩や。
デーコンさんは何してんだろうな今。デーコンさんとか今でも生放送とか見てんのかな。あ、匿名の方、ジュースレンちゃんです。デーコンさん何してるんだろう今。多分生ポもらってんのは間違いないと思うけど、生配信とかもう見てんのかな。あ、匿名の方、ジュースです。あ、揃った50ポイントボーナス、センキュー、うん、あー、何これ、20倍きた、イベントの方のやつ20倍きただす、20倍きた。デーコンさんさ何してんだろうマジで。あ、匿名の方、レンジャーです。虫が鳴いとるわ。でも大根さんの性格上、生配信とか見てたらさ、ついなんか関わりたくなるような性格な気がするから、あの人なんかシカトができない、スルーができない、スルースキルない人だから、多分ワンちゃんもしかしたら生配信中、生配信もう見てないかもね。もう YouTube とか見てるんかも。あ、トークメールです。ラジオ相手間違えて買っちゃった。そう、多分もう見てないかもね、もしかしたら。 YouTube とか見てたりして。怖いな、びっくりした、今。怖くない、ちょっとこれ、この薄く人がこうある感じ、うん、まあこれ旗なんだけどさ、旗っていうか、ちょっと怖くない、こう見たら笑顔で、なんかこう、なんか霊みたいに、幽霊みたいに見えない、これ。しかも薄暗いっていうか、透き通った感じが。いや今さ、ちょっと見たらちょっと怖かったわ。あ、ハートです。ちょっと怖かった今、幽霊っぽく見えるもん、こんなの。ああ。まあなんかジュースでも、まあいいか、もう家入るか、暑いし。怖いよねこれね、ちょっと透けて見えるし、しかもこの笑顔の感じが、白い服の感じがなんか幽霊っぽく見える。虫取り虫取り行くんだったら本当朝から行かないとダメだよ。あ、匿名の方です、レンチャーです、有料なです。あとさ、虫が取れるようなところとかさ、一人じゃ怖くて行けないよねこの時間。うわ、やべ、警察来た、やばい、警察が来た。あれ、今警察のあのパトライトが反射してたぞ、チカチカ。あれ、気のせいか。いや、やばい、警察来たって別に何もやってないんだけどさ、別に何も犯罪犯してないですけど、気のせいだったかな。あー、匿名の方、5倍出す、あー出す、堂々としろって言われても、なんか、いや、なんか来たら来たでさ、なんかもう話すの、なんか対応するのがめんどいからさ、うん、ちょっと家の中入ってからラジオ配信一回撮るか、ちょっと枠切り直しますか。クーラー入れよ、暑い、蒸し暑い。ちょっと一回ラジオ配信
切り替え、あ、取り直しますね、ちょっとパソコンで。ちょっと一回取り直します。